ティム・サグデンは、ブラッドフォード出身のイギリスのレーシングドライバー。ツーリングカーレースや国際レースに参戦、活躍していることで知られている。スグデンまたは、ザクダンなどと表記されることもある。彼は彼自身のレーシングチーム、ティム・サグデンモータースポーツのドライバー兼マネージャーである。ルマン24時間レースやデートナ24時間レースなどの国際レースに参戦し、活躍。 ルマンには7度の出場経験をしているほか、日本でも活動し、スーパー GT にも2010年に GT300 クラスに出場していた。サグデンはカートでレースを始め、そこで英国チャンピオンになった。彼はすぐにフォーミュラフォード1600に移り、1987年にスター・オブ・マロリーシリーズで優勝した。少ない予算だったにもかかわらず、彼は フランク・ブラッドリーのワークス・スウィフト、トレデア・車を運転する上級レベルの FF1600 でトップの成績を獲得。彼はまた、ホンダ CRX チャレンジとブリティッシュ・フォーミュラ3000に参戦。1990年、彼はフォーミュラルノーチャンピオンシップで3位になり、レースで一つの勝利を収めた。イギリスツーリングカー選手権に1990年から参戦を開始。 彼はプロドライブの2.0リットルクラスのジュニア BMW チームの選抜ラウンドに入る。BMWM3 をドライブし、1991年に彼はブランズハッチで初優勝し、5ラウンドでしか競い合っていなかったにも、かかわらずシリーズ10位につけた。これにより1992年でプロドライブと BMW との契約は終了し、 1993年には不調なメルセデスでエントリーしたのでその車で参戦。1994年にはトヨタワークスに移籍し、再びシリーズに戻る。そして元 F1 ドライバーのジュリアン・ベイリー、1991年のチャンピオンであるミルホイと共にトヨタカーリーナイをサードワークスとしてトヨタワークスチームの選抜ラウンドに参加。チームは チャンピオンシップのフロントランナーではなく、1995年には、BTCC でのトヨタとザグデンの最終年のレースであったが、残念なシーズンが続いた。しかし長い参戦歴を持つトヨタも、アルファロメオやボックスホールなどの競合ワークスチームに苦戦し、1995年、限りで撤退を表明し、ザグデンもこの年限りで BTCC を去った。 ツーリングカーでの彼の時代から彼はスポーツカーレースにも参加してきた。これは1997年に英国 GT 選手権にエントリーして開始。参戦最初の年にポルシェ 911GT2 でスティーブ・オルウークと共に GT2 タイトルを獲得。その後、1998年と1999年の両方で GT1 タイトルを獲得した。 最初は、マクラーレン F1GT-R で、次にリスターストーム GT-L で優勝した。ルマン24時間レースに出場した後、2000年に FIAGT 選手権で、フルタイムのインターナショナル GT レースに移り、9勝を上げ、ランナーとなる。2005年に GT にクラスに参加。彼は2005年にポルシェカップの優勝者であり、ポルシェがシリーズのランキングに従って、 シーズンを通してポイントを獲得している世界中の選択されたレースまたはラリーチャンピオンシップでポルシェ社のドライバーに授与された。彼はそのカップで優勝した英国で2番目のドライバーとなる。彼はまたポルシェのアメリカンルマンシリーズに出場し、セブリング12時間、デートナ24時間レース、ルマンシリーズの GT2 で2位に入り、イギリスの GT チャンピオンシップに復帰。 2007年、2009年で、アジアのポルシェカレーラカップ優勝し、2011年、デートナの GT で24時間、ポールミラーレーシングのポルシェをドライブして2位に入賞した。2010年10月9日には、ストックカーにも参戦。その日早々にブランドハッチで、イエロートップへの即時アップグレードを取得後、スケグネススタジアムでの夜のレースミーティングでデビューし、F2 ファイナルを獲得。 彼は2010年に原選の F2 ストックカーラウンドにも出場し、11月のバーミンガムでのグランドナショナルファイナルで優勝。2011年、彼は3月13日にノーサンプトンのレースに参加し、再び GN ファイナルを獲得、19日にバーミンガム大会に出場してファイナルに勝ち、再びブルートップにアップグレード。 彼の最初の6レースでは2回の総合優勝と2回の GN 優勝を挙げたが他のコミットメントのためにレースは制限されるとヘドネスフォードは4月10日に今回のヒートで再び勝利を収めた大雨のためレースは中止ポイントは付与されなかったありがとうございます